ワシントン DC 市長はアメリカ合衆国の首都コロンビア特別区の市長。現在ではコロンビア特別区長が該当する。ここでは現行の特別区長のほかワシントン DC における歴代の市長について解説する。ジョージタウンは1801年までメリーランド州の都市であった。任期は1年で再任に制限はなかった。1871年。 任期4年で大統領から任命される形でも受けられた。しかし、増は疑惑など政治的腐敗により1874年に廃止された。1874年から1967年まで大統領任命の3人の委員による委員会によって運営された。民主党、共和党、土木技士から1人ずつ選ばれる。委員長が市政府の長を務めた。 1967年、リンドン・ジョンソン大統領が、市政府機関再編成計画を発表した。大統領が任命する、市長官、9人の議員、市長官アシスタントによる運営となった、ザ・メイヤー、コミッショナーヒズ・アシスタント・サーブド・フォー、イヤー・タームス。議会は、正式には超党派であったが、議員6人以上の同一政党からの選出は、不可とされた。 議員や市長は3年以上コロンビア特別区に居住したものであり、任期中も居住者であることが求められた。議会は、準立法権、予算の承認、不動産税の税率設定の権限を有した。市長官は、議会の承認なしで、期間の統合や、期間の間での予算の組み替えができた。市長官は、議会の決定拒否権を持つが、 議会は4分の3の賛成で拒否権を覆すことができた。ジョンソンの計画には共和党員の多くと会員の保守的民主党員が反対した。ジョンソンは新制度がより効果的かつ効率的であると述べた。ウォルター・ワシントンが初代市長官トーマス・ W ・フレッチャーが副長官に任命されたザ・ガースト・カウンシル・アポイントメンツ・ワー・チェアマン・ジョン・ W ・ヘッキンジャー。 バイスチェアマンはルター・ E ・フォントロイ、スタンリー・ J ・アンダーソン、マーガレット・ A ・ヘイウッド、ジョン・イービス、ウィリアム・ S ・トンプソン、J.C. ・ターナー、ポリー・シャクルトン、アンド・ヨゼフ・ P ・エルドル。1975年以降、公選の主張と議会で姿勢が運営されている。ありがとうございます。